弁護士製剤、モキシペレット製造販売、住宅の気密測定、VOC 測定、群馬県産材をはじめといたします。木材販売並びに、今日頼むと翌日届くカタログ通販リフォーム資材、ファーストリフォームの串間商店です。昨日はサッカー日韓戦ということだったんですけども、ちょっと残念ながら、会議等ありまして、中継を見られずじまいでしたけども、まあ、結果から言うと3対0解消だったということがそうです。まあ、なんとなく拍子抜けしたようなですね、まあ嬉しいような、まあ何とも言えない試合だったというふうに感じますけども、セルジオ・エチゴさんのコメントっていうんですかね、それが何かあのネットだったかな、載ってたんですけども、あまりにもその緊張感がないということですね。まあいいところはあったにせよ、その韓国の気迫は感じられなかったというようなところですかね。そこをやっぱりちょっと懸念をしてたというようなコメントでしたけども、まあ、いずれにしても負けるよりは勝った方がいいわけですから、まあ、よしとすべきかなと思います。ベーマ製材、モキシペレット製造販売、住宅の気密測定、VOC 測定、群馬県産材をはじめといたします。木材販売並びに、今日頼むと翌日届くカタログ通販リフォーム資材、ファーストリフォームに関することで何かございましたら福島商店までお問い合わせください。